ここで皆様に山口線と SL 山口号の歴史をお話しいたします。昭和50年に博多まで新幹線が開通し、小郡は活気がある街でした。その後、姿を消しつつある SL を後世に残していくために SL の復活運転が行われることとなりました。山口線は新幹線停車駅である小郡駅から乗り換えができるため利便性が高く、沿線にたくさんの観光地があり、SL の運転に必要な設備があったため、SL 復活運転の場として選ばれました。そして昭和54年8月1日に、C57 1号機の汽笛とともに、SL 山口号の運転が始まりました。40年以上にわたって様々なドラマがありましたが、今後も皆様と歩んでいけたらと思います。Thank you.
次は地福です。次の地福駅では12時31分の発車までおよそ13分ほど停車します。発車までしばらくお待ちください。お客様にお願いをいたします。線路内は立ち入り禁止です。大変危険ですので線路には降りないようにお願いいたします。盗難防止のため記念撮影の際には非常品は車内に置かないようお願いします。マスクの着用に加え大きな声での会話は極力お控えください。また機関車付近では密にならないように少人数で譲り合っての写真撮影をお楽しみください。ご協力をお願いいたします。地福に着きます。お出口、左側です。
の乗り換えになるから、お出口右側です。停車時間わずかですので、ご注意ください。あの撮ってたら、昨日はお会いし、あの市販口で、なにわの体操を一緒に撮ってた方と。ああ、そうですか。仲です。うん。2日連続で乗ったって言ってます。で、そう、昨日夜、あれですか、なんか、思った時に喋ってたのが、今回乗ってる、どんな方か。山口県の北部に位置する徳島は、昼と夜の温度差が大きい海抜300メートルの高地になります。島根県との県境に位置する山口県では県方として下町に親しまれている標高989メートルの徳島ヶ峰から湧く清らかな水と農作物に適した土壌で作ったお米は高い評価を得ており、県内有数の米どころとしても知られています。駅からすぐのところにはしだれ桜で有名な徳島の島宮があります。県内屈指の桜の名所として、シーズン中には370メートルの山道に咲き誇ります。徳島に着きます。お出口右側です。停車時間はわずかですのでご注意ください。またちょっと撮りますね。
次は終点の津和野です。列車はこれから津和野に向けて雄大な田園地帯を走っていきます。この沿線の豊かな自然の風景は、昭和54年の SL 山口港が運転を開始した当時からほとんど変わることなく、昭和の原風景を眺めることができます。これから最初に入りますトンネルは山口線で2番目に長い白井トンネルで、長さは1550メートルあります。このトンネルの真ん中あたりが山口県と島根県の県境となっています。トンネルを抜けると島根県津和野町に列車は入ります。トンネル区間に入りますので、窓を閉めくださいますよう皆様のご協力をお願いいたします。ここで SL 山口号についてのご案内です。山口線で現役で走っていましたのは今から47年以上も前に遡ります。昭和48年9月30日山口線で SL のさよなら運転が行われました。この時に使用された機関車は現在津和野駅前に保存されている D51-194号機です。当時の記憶を今に伝える貴重な遺産でもあります。運転室の見学などもできますので、時間があればお立ち寄りください。それぞれの列車には異なる列車番号という数字が与えられていますが、その時に使用された9521列車という列車番号は山口号に受け継がれ、38年間も変わることなく使用され続けてきました。列車番号だけではなく、国鉄時代からの技術や SL の思いも現在の山口号に受け継がれております。
左側に見えてきました茶色の石州河原の町並みが津和野の町で、城下町としての歴史や文化は今も残る南院の小京都として知られています。列車の左側、高い山の頂上には鎌倉時代に約30年の歳月を費やして建てたと言われる津和野城の跡があり、現在は石垣だけが残っています。石垣の一段低い前方に見えます赤い鳥居の社は、日本五大稲荷の一つに数えられる太鼓谷稲荷神社です。津和野は明治の文豪鳥居王梅を生んだ町で、その旧居は国の指定史跡として残っています。国の重要無形民俗文化財佐喜眉が残っている町で、白壁が並ぶこの町通りの鳥割りには色とりどりの鯉が泳いでおり、鯉の町としても有名です。まもなく史跡とロマンと鯉の町津和野に着きます。お出口は右側三番乗り場の到着です。乗り換えのご案内をいたします。東急スーパーホッキー4号鳥取行き14時3分3番乗り場、鉄列車増田行き15時18分同じく3番乗り場です。 SL 新山口駅開業120周年記念号は津和野に到着後、機関車の向きを変える電車台に移動します。機関車が向きを変える様子は駅の御線表や電車台の近くで13時20分頃からご覧いただけます。電車台までの道順については駅係員にお尋ねください。降りの際はお忘れ物がございませんよう、網棚や椅子の上など今一度お確かめください。今日は新山口駅開業120周年記念号にご乗車くださいましてありがとうございました。 SL の旅はお楽しみいただけましたでしょうか。また感染症対策にご協力いただきましてありがとうございました。またのご乗車を心よりお待ちしております。まもなく終点の津和野に着きます。